じゃあちょっと英語力チェックします。じゃあ他のは何でだろう。それで文的に合わない。文的に合わないとは、間違いは2つありますので、ね、他人に説明できるようにならないといけません。ということで始まりましたモテチチャンネル。さあ今回は三郎の宮武翔太です。はい、前回どういう感じなのかっていうのを聞いてですね、実際のその英語力とかですね本当にあるのか、三郎しちゃってると。一浪目で東洋受かったんでね。一浪目で東洋受かって、二浪目で東洋受けです。そうだから下がっちゃってるっていうので、はい、本当にちゃんとやれてんのかっていうのですねチェックしていこうかなと思います。でやった参考書としては、現役の時はこれでしたっけ。現役の時はネクステを暗記してました、はい、暗記してて、で今はポラリス、はい、にやってるということですね。はい、で解釈がこれ、それを現役の時にやりました。現役の時やって、浪人の時は会社でやってません。浪人の時やってないのか。どうやって、でもそのさ、一浪二浪の時さ、塾にも通わず時間を無駄にできたんだ。いやー、本当自分で聞きたいですよ、この頃の勉強どれぐらいしてたの。一浪二浪、一浪の時は正直、うん、夏前までは5時間とか6時間で全然あれできてなくて、うん、夏明けからは9時間8時間、うん、11月12月までちょっと長引けちゃって、うん、4時間ぐらい、うん、1日で。なるほどね。で1月2月がさすがに受験直前だったんで、うん、8時間9時間って感じです、ね。何に時間を潰すの。勉強してないですよ。やる気がなくなったって言って何をやるの。いや本当に何にもしない時間ですもん。何にもあと YouTube 見て消費しちゃってる時間を。ああそんなんダメですよ、はい、で6回やったのがハイトレの2と、はい、あそういう感じでやって、で単語自体はストックストックですの3000。3000です。はい、をやったっていうことで今もやってる。ストック3000とポラリス2は今もやってます、うん、完全に覚えた感じ。3000どこから聞かれても答えられる。あちょっと不安です、やっぱり。まだそれだから、どうやって単語帳の勉強してるのかも分かんないわそれ。どうして三浪しても覚えられないって、それは相当ヤバいと思うから。だって4500とかもなかった。4500もありました。下のやつでしょ。下のやつです。下のやつでもまだ覚えられてないって、そりゃまずいでしょう。じゃあちょっと英語力チェックします。ポラリスの3章までやったんですね。3章まで言いました。この問題、はい、1番、なぜですか。used to be で、かつては何々だったってことで、うん、で、今は違うって意味が含まれる。で、ここで接続詞があるので、今は違うって意味が含まれるので、1番だと思います。それだよは完全な説明にはならないですけど、じゃあ他のはなんでダメなのか。be used to be は、これ ing の形があるはず、それの形で、ほにゃららしなれているって感じなんで、で、これは文的に合わない。文的に合わないとは、文的に合わないとは、うん、こういう風に説明ちゃんと突っ込むから、はい、何文的に合わないってどういうこと。うん、あこの場合だと腹心家庭法の、うん、になってしまうって感じです。なりません。あ家庭法じゃないわ。あれです不定詞。あ不定詞、はい、すいません、家庭法と不定詞間違えました、はい、でそれで文的に合わない。文的に合わないとは、そう、彼は文的に合わないなんて言っちゃったのは、はい、まあ、ちなみに、まあ、不定詞で考えた場合だったらどういう意味になる。彼は使っていたって言って、ヘビースモーカーを使っていたみたいな。ならないぜそんな風には。全然どこからそんなのが出てくるんだい。 He was used だよ。はい、だからどういう意味ですか。使われた。そう、使われた、はい。ヘビースモーカーを使ったなんて意味にはなんない。あ、はい、使われた、はい、になるのでおかしい。まあ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 、いや、それ To be your heavy smoker 言えないけど、まあだから無理やり訳せばヘビースモーカーになるために使われました。はい、意味不明。はい、3番は、3番はウドの場合は、うん、ウド続き、はい、ウドの場合は、なんでダメなんですかね、これ。なんでダメなんですか。ウドにもかつて何々したって意味あるじゃないですか。あと、ウドには過去の状態を表せないということは、ということなんで、これが、選択肢から外れる。それは説明になってません。あですか、はい、他人に説明できるようにならないといけません。なるほど。だ今のは途中まで合ってますよ。その後ろがおかしいよ。あ、過去の状態を表せないから、これは絶対に当てはまらない選択肢。いや、それが言ってること同じだから、それダメだからダメって言ってるようなもんだよ。あ、そうじゃないよ。最初何した、過去の状態を表せない。そう、過去の状態を表せないでしょ。じゃあなんでこれはダメなの。そこは合ってますよ。過去の状態、そう、ウッドにはかつて何々したって意味があるけど、よく何々したって意味は存在するけれども、はい、状態は表せない、間がないです。ということは、過去の状態を表せない、この人は未だにスモークしているってことになって、バットの意味が合わない。違います、はい、
そうじゃないですね。過去の状態を表せないんだったら B ですね。 B 動詞は何動詞ですか。 B 動詞はあれ助動詞じゃなくてすいません今ちょっとカットお願いします。いやカットしませんいいです。叩かれてからがスタート。自動詞自動詞もうそんなんさ説明したらないよもう。え B 動詞は状態動詞だからですよね。はい、だからうとか過去の習慣を表す場合っていうのは動作動詞じゃなきゃいけないわけですよ。はい、でも B は状態動詞だから、だから would be ってやったら過去の習慣は表さないわけですね。あだからそれが used to と would の違いなんでっていうところを説明できない。4番は4番は、うん、would have pp の形があって、うん、その形がなんだっけ、うん、その場合どうなんですか。思い出せないすいません、わかんないです、だから仮定過去完了ね。あ、はい、もしなんとかだったらこうだったろうにっていうやつですね。はい、はい、だから全然違います。はいはい、じゃないんです。自分ですいませんできないといけません。そういうのですここまでやっぱ深く やってなかったです。うん、だから三郎なんだからね説明できなきゃいけないんですね、その辺のことは。はい、今のが、適当に開いたやつで英語言ってみるか、じゃあ。はい、どうぞ。あ、3番が間違いです。はい、理由が、従属接続詞の if なので、ここの間は原型にならないといけないから。間違いは2つあります、今の説明には。あ、はい、今の説明は2つ間違ってます。はい、さあ、もっと出してください。2つ間違ってます。2つ間違ってます。はい、今の説明は2箇所。間違いがあります。はい、まず if の説明が間違ってますね。従属接続詞ではない。違います。if 説は全て従属接続詞ですけど。わかりました。そうやって勉強してる限りはできるようにならないんですから、ね、そんなのだもう丸暗記でいくしかなくなっちゃうじゃん、そんなことしたら、はい、従属接続詞じゃないですよ。 if に2種類あるでしょ、はい、その2種類とも従属接続詞ですよ。何が違うんですか。名詞節になるか副詞節になるか、そういうことですね。はい、でも両方とも従属接続詞、あ、副詞節、はい、これは副詞節なので、はい、間が原型にはなりませんね。はい、現在形にしなきゃいけないから、うん、ここがおかしい。まあ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 、まずじゃあ、はい、なんで副詞節って分かるんですか。ここ余分な分だからじゃあダメですか。ダメです。ああ余分な分だから、まあ You can deal with っていう SV の前にあるからですね。 SV の前に置かれるのは副詞節ですね。はい、主語動詞の前に名詞置かれないでしょ、ポコンって。ではい、名詞の場合の if はどういう意味ですか。ほにゃららかしらみたいな、ワンダーともうくっついてんのか。はい、なるほどね。はい、他にも意味ありますね。はい、I don't know if って来てたら、 I don't know if、 I don't know if it will happen again だったら、わかんないっす。かどうかですね、if は。あ、はい、はい、だからそういうのが出てこないっていうのはダメですね。はい、じゃあかどうかの場合は if 言い換えると何ですか。言い換えると、はい、別の単語に言い換えられますね。いいですね。めちゃめちゃコメント欄で叩かれてると思います今。いいですね。そう、だからそういうのが現役時代からもうパッ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 と出てるようになってるんですね、全然。あ、なるほど。だから一日の勉強マジでどうやったっていうのがすげえ気になるわ。ウェザーですよ、ウェザー。ああ。知ってますか。あ、ウェザー知ってます。はい。I don't know whether it will happen again ですね。同じですね。I don't know if it will happen again という感じで、なるほどね。まあそりゃニットコマセンレベルだわ。で次ですね、もう一個現在形にしなきゃいけないっていうのはあってますよ。でもなんで現在形なんですか。なんで現在形。はい。考えたことなかった。マジで言ってんの。めちゃめちゃ重要じゃん、それ。NEXT でもこっちでもめちゃくちゃ重要なとこでしょ。ここに書いてるでしょ。あ。副詞節を作る場合は。未来のことを表す場合にも現在形を使うですから。わかりました。ではなんか答えを暗記してるかもしれないけど、答えのプロセスのこの説明はできるようになってるの。ちょっと今すごい不安になりました。うん、てかできないんだと思う。はい、そういうことですね。だからそれができていないからいつまで経ってもできるようにならないわけですよ。だからそんなの丸暗記してるのと同じだから、答えはわかるけど説明できないから、だから初見の問題に何も対応できないわけですね。なるほど、はい、になるので、うん、理由はめちゃくちゃですね。あ、それは後付けですね。自分でその説明ができるようになってないと、いやだからもしかしたらまだ全然ダメだから、もう